RCA 端子の使用例。コンポジット映像信号とステレオ音声信号コンポーネント映像信号の RCA プラグ RCA 端子を装備している。テレビのレイ RCA 端子とは電気信号をやり取りする端子の一種である。映像、音響機器などに広く用いられており、末置き型の民生用機器では特に断りがない限り、アナログの映像端子、音声端子は RCA 端子であることが多い。この名称は1930年代に電気蓄音機等向けにこのプラグの原型を開発したアメリカの大手家電メーカー RCA に由来する。ピン端子、三色端子、ピンプラグピンジャックとも呼ぶ。形状としては、オス側のプラグは中心に金属の棒があり、切り込みの入ったリング状の金属板がそれを囲っている。 メス側のソケットはピンを差し込む穴の周りを金属のリングが覆っている。接続するとオスのリングがメスのリングを挟み込む形になる。従来は剥き出しのリングに四方の切り込みが入ったものが多く用いられたが、現在は小さな切り込みが一箇所だけで先端数ミリを除いてプラスチックでカバーされた形状が主流となっている。ピンは信号線、リングは グランド線である。この構造上、接続時は、信号線がグランド線よりも先に接触してしまうので、雑音等の影響を受けやすい機器を接続する際は、事前に相互の電源を切っておくなどの対処が必要である。コネクターとして、IEC などで定められた規格が存在せず、製造各社ごとに大きさが微妙に異なる。このため、差し込みが緩いものや硬いもの、 浅いものや深いものなど様々になってしまっており、中には確実な接触を果たせない組み合わせの製品も存在する。逆にこれを逆手に取り、米モンスターケーブル車のようにひねりながら、抜き差ししなければならない代わりに一度差し込めば抜けにくくなっている構造を採用しているメーカーもある。配線を容易にするため用途ごとに色分けされているが、基本的に構造の差はなく、 コンポジットケーブル3本をコンポーネントケーブルとして使うことなども可能である。ただし、アナログ音声用などの廉価なケーブルは、規格インピーダンスの75オームを守っていない場合があり、そうしたケーブルを転用すると、画質、音質が下がったり、機器の安定性を悪化させたりする恐れがある。ステレオ音声端子の登場以降、複数のケーブルを正しく配線しやすいよう、 各ケーブルの用途ごとに端子が色分けされるようになった。オス側はカバーに、メス側は穴の周りに色がつく。ただし、業務用機器では全て黒色としていることが多いほか、特にオス側に関しては高級品を中心に、カバー全体ではなくカバーの一部に、リング状等に色付けしているものもある。この色分けは、コンシューマーエレクトロニクスアソシエーションによって、 以下のように規格化されている。なお、モノラル音声の旧式テレビなどについては、音声端子を白色とするものも多い。RCA 端子は一つの信号ごとに一本のケーブルが必要である。これに対し、スカート端子や HDMI、Nintendo のゲーム機用のケーブル、ソニーの AV マルチなどは、音声と映像を一本で伝送できる。コンポーネント映像信号を伝送する場合、 RCA 端子では3本に1組での伝送となる。D 端子ではこれらの信号を1本のケーブルにまとめ、さらに画角情報も送ることができる利点があるが、各信号線が近接しているために、相互の信号に影響を及ぼし、RCA 端子のコンポーネント接続に比べると、多少画質が劣るとされる。ありがとうございます。